はいどうもこんにちは、 GSX-BC813 です。今回は新しくパソコンが届いたので紹介したいと思います。こんな大きい箱届いたの久々ですね。こんな大きい商品の開封動画を撮るのは初めてなのでかなり苦戦すると思いますが頑張りたいと思います。では開けてみたいと思います。で、ドン、おい、来ましたね。そうです、今回は iMac を買いました。 iMac の27インチモデルです。おお、来ましたね。もうやばい、重たい。ちょっと待って、これ重たすぎる。ちょっと待って、これは重たい、重たい、重たい、重たい。なんかめっちゃ一回ね、外の箱ですね。はい、では早速開封していきましょう。箱の方をね、もうちょっと詳しく見ていきましょう。まず箱の方は前面見ていただければ分かる通りこちらになっております。側面はこのようにアップルのロゴが書いております。背面はこのように iMac 全体のマタイが入っています。そしてもう片方の側面にはまたアップルのロゴがあります。上には iMac という文字があります。重たい、重たい。では早速開けていきましょう。いや、めっちゃ緊張します。ズクシュ、おお、なんかちょっとすごいですね。中身は、おー、なんだ、おー、なんだ、どうした、どうした、どうした、どうしよう、はい、どうしよう、めっちゃ戸惑ってる。いや、バキバキって言いましたね、完全に。あー、わかった、これを。怖い、ディスプレイ倒れそう。あー、ちょっと待って、よし、おー、で、やらかした。このようなでっかい発泡スチロールが入っていました。やらかしちゃったよ、もう。このようなデザインテッドバイアップルインカリフォルニアというこのような箱が入っていました。多分こちらの方は多分付属品などが入っていると思います。多分マジックトラックパッドなんか入っていると思います。こちらが本体ですね。あ、ちょっと本、あ、そうですね、本体はやっぱ取り出したいですね。あ、やばい、あ、やばいですね、これ。あ、重たい、重たい。あ、どうしよう、 無理、これ一人で開封、ちょっと開封でこんな大変な思いをしたことはかつてなかったもんですから。こんな簡単に取れたんだ。このようなケーブルが入っていました。あー、重たい。あ、なんかこれなんか揺れるな、すごい。大丈夫かこれ、なんかすごい安定感ないな、グラグラするよこれ。壊れちゃったグラグラですね。とりあえずこちらの付属品を開封していきたいと思います。オープン、うおー、はい、うわ、これ落として大丈夫か、さっき。こちらの商品は天気付きのチスキーボードとなっております。それを取りますとこのようになっています。あれ、ここなんでなんもない。こちらはマジックトラックパッドです。こちらは多分、まあ、いつものクイックスタートガイドや クロスが入っているんでしょう。それでは今回僕の買った iMac のスペックの方をご紹介したいと思います。僕の Mac は Apple Store Online の方でカスタマイズしました。まずプロセッサーは Quad Core Intel Core i7 です。メモリは 8GB にしました。こちら何も変えていませんね、自分で調節します。容量の方は 1TB の Fusion Drive にアップグレードしました。グラフィックカードも675から680にアップグレードしました。マウスとマジックトラックパッドがあるんですけど、僕の場合はマジックトラックパッドにしました。キーボードはさっきも言ったんですけど、アップルの天気付きジスキーボードです。このようにカスタマイズした場合、僕の場合合計金額が 22,801円となりました。重たい、重たい、重たい、やばい、やばい、とりあえずこちらの iMac のこれを取ってみたいと思います。裏になんかシールが貼ってあるんですね。それを剥がしてと、じゃあいきます。おーい、はい、こちらが iMac です。こちらの iMac は今回から DVD ドライブが搭載されていないため、ここの薄さはわずか 5mm となっております。背面はこのようになっております。こちらはヘッドフォンを挿すとこです。こちらは SD カードを挿すとこで USB や 3.0 やら何やらいろいろついています。背面なのでちょっと挿したりするときにちょっと手こずりそうですね。アップルのロゴマーク、見る角度を変えるとわずかこの薄さに見えるというのが特徴です。今回は iMac 開封動画でした。ちょっとかなり手こずってしまったんですけど、ご視聴ありがとうございました。